日本史。孝明天皇と明治天皇。孝明天皇は、強硬な攘夷論者で、しかも熱心な公武合体派であったため、一橋慶喜を非常に信頼していた。1866年12月、慶喜が将軍に就任するが、そのわずか20日後に、孝明天皇が突如逝去する。そのため14歳で明治天皇が即位するが、この後、幕府と朝廷、それに薩摩藩、長州藩の関係は急展開を見せるのである。孝明天皇の逝去前後の動きを詳しく見ていこう。孝明天皇は寧光天皇の後を受け、1846年に第121代天皇として即位する。当時は日本近海に黒船が頻繁に現れ、太平の時代が終わり、激動の幕末期に突入する時代であった。まさに孝明天皇は、幕末の幕開けに即位し、終焉と共に逝去した天皇であった。1853年にペリーが来航し、幕府が通商条約調印の勅許を孝明天皇に求めるが、天皇は開国に反対して拒否する。その結果、尊王攘夷運動が全国各地で巻き起こり、勅許なしで調印した大老、井伊直弼は桜田門外で刺殺される。驚いた幕府は、方針を公武合体に切り替え、皇女和宮と将軍徳川家茂の婚姻を成立させ、朝廷に信頼が厚い一橋慶喜を将軍後見人に起用する。孝明天皇と慶喜は良好な関係を保ったため、京都では公武合体派が勢力を伸ばし、反発した長州藩は1863年8月18日の政変で都を追われた。1864年7月、巻き返しを図ろうとする長州藩は、孝明天皇の拉致まで計画したが、禁門の変で慶喜率いる幕府軍に敗れ去る。御所へ発砲した長州藩に激怒した孝明天皇は、長州を征伐することを願い、第一次長州征伐で幕府軍が勝利する。狡猾な薩摩藩は、公武合体派の仮面をかぶり、砂漠派を装いながら、岩倉朋美らと手を組み、朝廷内の勢力拡大を図ろうとする。しかし慶喜は、薩摩藩が、長州藩と同じ武力倒幕派であることを、早くから見抜いていた。1866年に薩長同盟を成立させた薩摩藩は、長州藩へ最新の武器を供給するとともに、第二次長州征伐への出兵を拒否したため、幕府軍は敗退する。そんな中、1867年7月に家茂が急死。慶喜は孝明天皇の協力を得て、土佐藩、会津藩と、幕府、朝廷を中心にした夕飯連合の実現を目指す。そのためには、自らが将軍に就任する必要性を感じた慶喜は、12月に将軍宣下を受けた。そのわずか20日後に孝明天皇が崩御するのである。死因は一応、悪性の天然痘と言われているが、時期が時期だけに、毒殺説や暗殺説が、当時から現在に至るまで盛んに囁かれている。一方の明治天皇は、1852年、孝明天皇の第二子として、大納言、中山忠康の娘、よし子との間に生まれた。5歳になるまで、中山忠康邸で育てられ、親王宣下で睦仁と名乗った。禁門の変では、御所に打ち込まれた砲弾の音に失神するほど、虚弱な子供であった。その睦仁親王がまだ14歳の時、父親の孝明天皇が突如として逝去する。睦仁は嘆き悲しむとともに、大変なショックを受けたと言われている。1867年、睦仁親王は即位して元号が慶応から明治と改められるが、強硬な武力倒幕派の外祖父、中山忠康や岩倉朋美が天皇に付き従うことになる。このため慶喜の構想はついえて、大政奉還、王政復古へと政局は、この後、急展開していくことになるのである。天皇の死が、これほど時代を大きく転換させたのは、日本の歴史でも、誠に珍しいケースである。